マッシュー・ホプキンスが魔女と使い魔を取り調べているところ、マッシュー・ホプキンスは1644年から1646年にかけて、サフォーク、エセックス、ノーフォークなどのイングランド東部を中心に魔女狩りを行った人物である。彼は、イギリス政府から魔女狩りを任されていると吹聴して、魔女狩り将軍を自称し、およそ300人もの無実の人々を魔女に仕立て上げて、処刑。 多額の収益を得た。マッシューは、新京都の牧師ジェームズ・ホープキンスの息子として、サフォークで生まれた。一時は弁護士をしていたが、あまり有能ではなかったようで、生活に必要な収入が得られず、地元で魔女集会が行われたのを機に魔女狩りを制御と、するようになった。彼が魔女狩りにおいて、違法すれすれの手段をよく用いたのは、法律に精通していたからだと言われている。 彼は、ジョン・スターンとメアリー・フィリップスという男女二人の部下を連れてイングランド東部各地を巡回して魔女狩りを行った。後に、彼が出版した魔女の発見と題する小冊子によれば、当時の魔女発見業務の一般的な手数料以上の料金は請求しなかったというが、実際には彼が魔女狩りを行う時には、地元住民から特別調税を行い、 庶民の年収に相当する20ポンド前後の大金を受け取ったとする記録もあり、彼が魔女狩り業務に従事していた3年弱の間に稼いだ金額は数百ポンドとも1000ポンドとも伝えられる。彼が告発して処刑された魔女の人数はおよそ300人とされる。イングランド全体で魔女として死刑になった者は1000人ほどであるから、イングランドの魔女のおよそ3分の1が、 ホップキンスの手にかかったことになる。彼がこれほどの成果を上げ得たのは住民からの特別調税からもわかるように地元行政からの後押しがあったからでもある。しかし口述するようにホップキンスが用いた方法は不正が多く多数の無実の人を魔女としてでっち上げ処刑して多額の料金を得るというものであった。そのため 彼の主張ややり方を非難する人たちが現れた。ジョン・ゴール牧師はホップキンスを批判して、その尋問の残虐さや違法性を暴く証拠を集め、告発状を出した。これによってホープキンスは、信用を失い、1646年末頃には、魔女狩り将軍は廃業へと追い込まれた。1647年に書いた魔女の発見は、こうした世間の批判に対する釈明の意味もある。 彼の没年やその状況は、はっきりしない。彼自身が魔女とされて、水攻めを受けて殺されたとする説もあるが、実際は病死したようである。彼は、町や村、もしくはその近郊に住む女性で、貧しく教養がない、あるいは友人が少ないといった特徴のあるものを、選んで魔女に仕立て上げていた。 隣近所との交際も乏しい孤立した人は、代償として犬や猫などのペットを飼っていることが多いため、それを使いまであるとでっち上げて、魔女の証拠にする場合もあった。当時のイングランドの法律では、拷問が禁止されていたため、彼は様々に工夫を凝らし、違法すれすれのやり方を用いた。主な手段は、容疑者を長期間眠らせず部屋の中で歩行を続けさせ、 疲労のため意識が朦朧となった状態で誘導尋問を行い、魔女であるとの自白を引き出すというものである。それでも効果がない時は魔女判別方法として知られていた、水攻めを用いた。当時、水は聖なるもので魔女を受け入れないので、魔女は水に浮くという言い伝えがあり、魔女と疑われる人物を紐で縛り上げ、水に入れて浮かべば有罪、沈めば、 無罪とする方法であった。しかし、有罪ならばもちろん死刑、無罪となっても溺死することが多く、当然公正ではない手法である。それでもホップキンスが水攻めを行うことができたのは、彼が確実に人を水に浮かばせることができたためであった。無論、何らかのトリックを用いたことは疑う余地がない。さらに、ホップキンスは、針刺しと呼ばれる方法も使用した。 魔女は悪魔との契約の証として体のどこかにマークをつけられその箇所は針を刺しても痛みがなくちも出ないと考えられていたので魔女の容疑者の全身に針を刺してマークを探す作業が広く行われたそのため針刺しを専門に実施する業者が各地で開業しホップキンスもその一人であったしかし彼らの中には作為をして 無実の人を魔女に仕立て上げる場合が少なくなかった。右の図は針刺しに用いられた針で、左側のものが初期に用いられたものである。中央のものは容疑者の体に押し当てると、針の部分が柄の中に引っ込む仕掛けになったおり、結果として痛みも出血もない魔女マークの発見となる。右はそのような偽りを防止するために工夫された方である。ホップキンスも、 このような不正で多くの魔女を捏造し、多額の報酬を得た。現代には、ホップキンス自身が残した著作と、ジョンゴール牧師らが配布した資料、すなわち魔女狩りの推進者と反対派の双方の資料が、残っており、魔女狩りを知る上で貴重な情報源となっている。ありがとうございます。